ありました。保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草男チョトンとタカちゃんでございます。はい、本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草超簡単楽々ヨガ30戦30連発の本日ドーン8発目でございます。お尻の筋肉が危険というわけですけども、大臀筋、普段ですね、腰、骨盤を常に支えてくれてますので、大臀筋は硬くなりやすい、凝りやすいんですけども、自覚症状が出にくい。これがね、自覚症状が出ないもんで、ケアを怠りがちになります。それで大臀筋含め、足の裏の筋肉、ふくらはぎ、太ももの裏、ハムストリング、大臀筋あたりは、歩くときも走るときも常に使う重要な筋肉です。座り仕事なんかこうしてますと、長時間の同じ姿勢でこの大臀筋が圧迫されまして、凝るんですが、この周り、骨盤、重要な体の要、腰と骨盤があります。大臀筋が凝りますと、ここの骨盤周りにね、血液、リンパ液が滞りやすいので、そうすると骨盤からじわじわ冷え、疲れ、肩こり、そして腰痛につながっていきますので、大臀筋、お尻のストレッチすごく大事です。骨盤と大腿骨をつなぐ股関節の間を取り持つ梨状筋、こういう筋肉も今日のストレッチでほぐしていけますので、しっかりね、じっくりやって、腰痛予防につなげていきましょう。それから下半身の筋肉をほぐしストレッチしますと、もうポンプですから、もうふくらはぎ含めもう下半身、血液下に降りますから、下に降りた血液をファンと上に血流を回すと、全体の、冷えが解消されまして、血流が良くなるともう全ていい方向に、転んでいきますから、はい、行ってみましょう。ドン。はい、それではですね、足の裏側、ふくらはぎ、ハムストリング、大臀筋あたりをね、まず伸ばしていきたいと思います。軽く肩幅、腰幅ぐらいに足を開いていただいて、椅子には浅く腰掛けてください。そしてかかとをつけていただいて、つま先は上向き、体は、背筋をピンと、頭のてっぺんから糸を引っ張る感じでピンと、そのまま前に背筋を伸ばしたまま倒していきます。この足の裏の筋肉を伸ばすこと、伸びてる感じを感じながら伸ばしていってください。ちょっとね、肩がこう丸くなってしまいがちなんですけども、できる限りまっすぐな感じをキープして倒していってください。そして倒れたところで腹式呼吸いきましょう。クレンジングブレスをして、その後皆さんのね、いい感じの秒数でいいんですが、今日は僕は4秒吸って4秒吐くの1対1腹式呼吸でいきたいと思います。それでは、背筋をピンと張ってこのまま前に倒していきます。お、伸びてますね。はい、それでは鼻から吸って吐いて吐き切って、僕は今鼻から吸って口から吐く感じで、言ったんですけども、できる方は鼻から吸って鼻から吐く感じで、秒数も長くできる人は長くやって、皆さんのいい感じのところで、リラックスしていただけたらいいかなと思います。さあ、続いてお尻と梨状筋、股関節の、骨盤と大腿骨をつなぐインナーマッスル、そこをね、もう含めて、伸ばしていきます。お尻ストレッチです。はい、片方の足をですね、
この片方の足の膝の上に乗せてください。はい、ここちょっとね、骨と骨が擦り合わさって痛い方は、まあタオルを置くか、まあ、手でこうカバーするかしながら、していただいて、まあまあ無理のない範囲で、もうこの時点で股関節あたり、この辺がね伸びてるのを感じるんではないでしょうか。もうこれできつい方はこの状態で腹式呼吸してください。いける方はこのまま同じように背筋を伸ばして、伸ばしたのをキープしながら前に倒していきます。はい、骨盤周りすごく血液、リンパ滞りやすいんで、リラックスだいぶしたいんで、次は1対2で吐くのを倍吐いて、よりリラックスを促していきたいと思うので、僕は今日はそしたら4秒吸って8秒吐くので行ってみたいと思います。皆さんもね、自分のいい感じで呼吸してください。はい、それではクレンジングブレス、鼻から吸ってネガティブな思いも一緒に吐いて、吐き切って、そのままちょっと倒しましょうか。倒して、はい、吸って吐いて、吐いて、あー、いいですね。すごくこの普段やっぱりこのなんていうの、内転と外転、こういう動きなかなかね、しなかったりするんで、普段伸ばせない角度からストレッチングできてすごく気持ちよかったですが、はい、これをね、反対もこうやっていただいて、背筋を伸ばして倒して、そのままこの状態で、深呼吸というか腹式呼吸ね、ゆっくりしながら骨盤周り、お尻、大臀筋ですね、自覚症状が現れにくいお尻の筋肉をほぐしてみてはいかがでしょうか。腰痛改善にもつながると思います。はい、そんなわけで、雑草男のタカちゃんでした。レズミカルガスでした。皆さんね、一緒に生き生きライフに向かってゆっくりね、一緒に歩んでいきましょう。ほな、またね。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。